フライパンでポテトピザを作りたいと思います。じゃがいもを千切りにしていきたいと思います。大さじ1杯、粉チーズも大さじ1杯、溶かしバター、はい、溶かしバターをこれよく混ぜましょう。はい、スライスしたじゃがいも、ピザみたいになるようにね。せーの、うっしー、これも失敗のうち、じゃん。ケチャップ大体大さじ2杯ぐらいじゃないかと思います。こんな感じで蓋をしてチーズが溶けるのを待ちます。サラミハム乗せちゃいます。そしてさらに1分ほど置きます。フライパンでポテトピザの完成です。